この日 MWA 世界ヘビー級タイトルマッチジャンプ追加試練の10番勝負を迎えようとしております。チャンピオンのケリー・パンクがタイトルを取ってから海外での初めてのタイトルマッチでございます。ご覧いただきますようにジャンボ鶴田の大変な熱烈なファンでありますトミーズチアーガールズ30名そして母校の中央大学応援団がジャンボ鶴田に声援を送りました。セコンドには音帯のジャイアント馬場がついています。さてこれよりチャンピオンの入場を待ちますがすでにリングの中に入りました。NWA の世界ヘビー級チャンピオンテリー・ファンクです。試合に先立ちましてこの放送のスポンサー伊勢木農機木桜酒造大塚グループ横浜ゴム日鉄サッシ小林農工より花束の贈呈でございます。セレモニーに先立ちまして両選手そしてレフリーに花束が贈られました。今日のこのタイトルマッチレフリーは NWA のオフィシャルレフリー城樋口さんです。 NWA 100人であり今回のマッチの立ち合い人であります。ですから地元のレフリーはお耳に達しているかと思われますがこのタイトルマッチの立ち合い人であります NWA 役員のジム・クロケットジュニアに日本テレビから花束が贈られました。本日のワールドマネーをバスレスの温かい表示にまして、バスレスのオリンピック選手に評価していただきたいと思います。それまた恒例になりました第1戦、第2戦の時もそうでしたが今夜の対戦のファイトマネーもアマチュアレスリング協会に当てられることになっております。バスレスの資金保険等を始めております。皆様ご協力のほどよろしくお願いします。今ジャンボ鶴田選手から八田会長にそのファイトマネーが贈られました。ご覧いただいておりますのは金色3000たる NWA の世界のチャンピオンベルトでございます。これからその八田会長が感謝状の授与の挨拶を行います。本体ジャイアント馬場選手に感謝状が贈られました。試合は NWA が認定する世界ヘビー級選手権であることを宣言いたします。ナショナルレスリングアライアンスジャック・アトキス戦 NWA 役員のジム・クロケット・ジュニアによって選手権試合の宣言が行われまして現在リング上では八田一郎選考委員長によりましてジャンボ鶴田試練の10番勝負の宣言が今読み上げられているところでございます。やや緊張の面持ちチャレンジャーのジャンボ鶴田であります。さあ世界一価値あるチャンピオンベルトこれがジム・クロケット・ジュニアに一時返還されました。果たしてジャンボ鶴田がこの価値あるチャンピオンベルトを獲得することができるでありましょうか。その可能性は十分です。一時本部席に預けられます。さあ型通りのセレモニーが終わりましてこれからいよいよ両選手の紹介が行われます。チャレンジャーがジャンボ鶴田チャンピオンがテリーファンクです。若手ナンバーワンに成長しておりますジャンボ鶴田タイトルを取ってから日本遠征は初めてです。第51代 NWA 世界ヘビー級選手権者テリー・ファンク。さあいよいよ山田さん大変な一戦を迎えました。
ジャンボ鶴田にとりましては、世界の NWA のヘビー級のタイトルは海外と合わせますと今夜が5度目のチャレンジャー、そうですね、となりますね。しかしもうやはり世界最高の座のですね NWA 世界ヘビー級タイトルマッチということで、本当にあの緊張した空気がピーッと張り詰めてますね。本当ですね。まあ、ただね、私あえて言いたいんですが、客席は緊張するのは構わないんですがね、はい、鶴田君には緊張してもらいたくないですね。なるほど。もう本当にねリラックスして戦わないと、はい、この精神面でのバランスが崩れた場合に一番怖いですね。そうですね。私は控え室に1時間前とそれから30分前と10分前と3回訪ねたんですけれども、だんだん緊張が伝わってくるような感じがしましたね。そうですね、やはりね、これだけの王座に挑もうということですからね、まあ、緊張するなという方が無理かもしれませんが、はい、とにかくできるだけリラックスして自分の持ってるものを 100% 出してほしいということですね。そうですか。それで私の目から見てですね、はい、もし鶴田が 100% 出し切れば十分に勝てると思うんですよ。1本目のゴングが鳴っております。ご覧のようにノーコンのトランクス、粋なトランクスを身につけましたチャンピオンのテリーファンク、赤いトランクスがご存知のジャンボ鶴田であります。さあ主導権争いになりました。グランドの展開であります。1本目の勝負、鶴田の手がテリーファンクの首のあたりを捉えました。どちらがポジションを取るか、高らかに鳴り響く中央大学応援団です。母校の応援団30人、そしてジャンボ鶴田のジャンボファミリーというファンの集いがありますけれども、そこから選び抜かれましたトミーズチアガールズ30名の大変可愛らしい応援団も駆けつけています。しかし両者とも動きは早いですね、はい、スタートから。早いですね。それとね、もう一つあのテリーファンクはですね、来日直前にすごいビッグマッチを2つやってきますね、アメリカで、はい、これ4日にですねセントルイスの金曜で取り上げジン・キニスキー、そしてその次の5日にですねフリッツ・フォン・エリックとテキサスでやってきます。この辺りを見てもテリーがいかにこの鶴田君に相当な意欲を燃やしているかということが分かりますね。はは、相当ベテランのチャレンジャーを選んだそうです。これが何か意味があるんですか。やはりね、このベテランとやって自分の力をですねとことん試して、そしてコンディションを万全にして日本に乗り込んできたと、はい、いうことでしょうね。なるほど。去年の12月の10日ジャック・ブリスコを破りまして新王者になりましたテリー・ファンクであります。しかしこの腕殺し一つにしても力が入ってますね。そうですね。左の腕を取られましたジャンボ鶴田。音体のジャイアント馬場が試合前に入念な注意をしておりました。私そばで聞いていたんですけれども、まず実力的にはお前は五分と五分の力で勝ち勝負ができるんだから正々堂々と戦いというようなことを言っておりました。素晴らしいエルボーバット3連発、そして足をフックさせました。すごい腕折りですね。そうです、しかもね、ただ単に腕を折っているだけでなく非常にスピーディーですね、はい、今顔面を肘で擦り上げてますね、さすがに世界の実力者最高位を取りましたテリーファンク、第51代の世界ヘビー級の選手権者であります。ちょっと苦しくなりました。先手を取られるジャンボ鶴田。馬場さんの話の続きになりますけど、山田さん、このテリーファンクに勝つためには自分のキャリア運動を忘れることだということを言ってましたね。そうですね。無心でぶつかることが第一条件と、こういうふうに言ってますね。そうなんです。やはりね、馬場選手がですねテリーとぶつかる場合には自分の方が先輩の世界チャンピオンだと、いうことがありますんでね、はい、リングの上に上がってぶつかり合っても食らい負けというのはないでしょう。そうですね。ところがやはり鶴田の場合ですね、はい、やはりそういうものが相手が世界チャンピオンだということで精神的に押される部分というのがあるかもしれません、そうですね。両方の肩の腕にテリーファンクを乗せました。さあどういうふうにいきますか。おっとおっと、どうやらフェアに行くようです。トップロープ対角線上に運んできました。相手は世界チャンピオン、敬意を表しました。非常にすがすがしいですね。そうですね。このタイトルマッチ試合開始前からそうだったんですけれども、かつての
US ヘビーを争ったブッチャーとそれからザ・デストロイヤーのようなあの血みどろの因縁の対決、試合前から何か起こりそうな気配、そういったものはほとんどないですね。非常にすがすがしいですね。これはね、2人の人間性でしょうかね。ジャンボ鶴田の場合ですね、はい、いつも正々堂々ですね、はい、ぶつかっていきますよ。そうですね。さあ力比べだ。相手は世界チャンピオン、どういう風に逃れますか。どうやらブリッジでディフェンスを見せるようです。ジャンボ鶴田うっすらと汗、さあ力を加える。アームロックに取っている、アームロックに取っている。ガーッとガーッと力で持ち上げる。素晴らしい力だ。鶴田、鶴田打ち勝ちました。逆を取った。今度は反対に逆を取る。前ですね、前ですね。あの以前のテリーですとね、ここで諦めちゃうんですがね、はい、やはり世界チャンピオンになったら違いますね。もうこんなね瞬間のことまで絶対諦めずに逆転していきますね、非常にラフなスタイルの大好きな陽気なテキサス人というような感じのいたしますテリーファンクです。山田さん、羽田に着いた時の服装が本当にびっくりしましたですね。そうですね、もう本当にね典型的なテキサスやん、はい、もういわゆるビッグテキサンという感じですね。そうですね。ジャンガノンハントにジーンズで来日を果たしました、そのテリーファンクであります。第51代の世界ヘビー級選手権者、188cm 118kg です。大変陽気で激しい気象、お兄さんのドリーファンクジュニアとは正反対です。ダブルアームロック、ダブルアームロックですね。ダブルハンマーにして、そうですね、絞ってますね。キッチンウィングのような感じですけど、今頭をくっつけましたね。あっといい体勢に入りました、いい体勢に入りましたが、これは鶴田にもいい体勢じゃないですか。そうですね、今逆を取りましたね、これは一進一退の力比べです。さあ力が入る一戦になりました。7200人のお客様、もうジャンボ一色に塗りつぶされております。蔵前国技館です。あっと返されました。サーフボードホールド体勢に持っていかれました。リングの中央です。ちょっと不利な体勢、ヘッドバットですね、ヘッドバットですね。両方の腕を取られてるだけに防ぎようがありませんね。そうです、ダブルアームに取っておいて背骨のあたりにヘッドバットですね、はい。まあさほど大きなダメージではないでしょうけど、むしろ腕の付け根の方が答えますね、はい。城秀樹さんが言っておりましたけれども、非常に切り替えのうまさが目につくということを言っておりましたが、今のところなんかそうでしょうね。そうです、さあどうでしょう。ちょっと4つの体勢、大歓声が巻きを取る蔵前国技館。さあ打ち勝つか、鶴田打ち勝つか、もう少しだ、打ち勝った、逆を取った、大歓声。トミーズチアガールズのお嬢さんたちも飛び上がって喜んでいます。トミーというのはアメリカでのジャンボ鶴田のニックネームです。激しく気合を入れます。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負3番手、大戦のバーンガニア、そしてラッシャー木村、共に引き上げています。山田さんね、この10番勝負の2戦終わりました、共に引き分けでしたが、ある批評家はちょっとだらしないんではないかということを言っております。ジャイアント馬場はですね、負けではないんだから実力が出てきたんではないかと、こういうことを言ってますよね。本人もやれるところまではやったんだから、これからを見てくれというようなことを言ってますよね。山田さんどう見ますか。そうですね、やはりね、10番勝負の相手というものは日本の全国のファンの方々の投票によって、まあ、候補選手が決まったわけですね、はい。もうですから言うまでもなく世界のマット界を代表するような一流中の一流選手ばっかりですね。そうですね。ですからね、これはわずかキャリア4年のですね、ジャンボ鶴田がもちろん勝てないとは言いませんけどね、しかし引き分けても不思議ではないと、むしろ私は今のところよくやってると、はい。しかも私が高く評価したいのは、あのバンガニア第1戦ですか、はい、バンガニアからスープレックスで堂々とワンホール奪ってるという事実ですね。そうですね、これを高く評価したいですね、はい。とにかくこの試練の10番勝負というのはね、私に言わせてもらえば勝つ負けるというよりもジャンボが全力を投入してぶつかっていくと、
もう最大のいい試合を見せるというところにあるんじゃないかと思います、ね、そういうことですね、さあアームロックの攻撃であります。余っている右手でチョップを打ちます。テリーファンク、その10番勝負の選考委員長であります作家一郎さんもこの試合に先駆けましていろいろとメッセージを送ってくれました。ちょっとご紹介してまいりますと、頑張れ鶴田よ、自分より強い相手に胸を借りるのは格闘競技の世界では心身電磨の最上の方法である。ぶつかり叩かれ、むしゃぶりつき、投げられ、向かっていき吹き飛ばされる。この過程のうちに強い精神力、体力、技術が培われていく、というようなメッセージが寄せられています。さあ体を入れ替えました、チャンピオンのテリーファンクだ。さあバックを取った、バックを取った、逆さ抑え込み、逆さ抑え込み、チャンスだ、チャンスだ、カウントはどうだ、カウントはどうだ、カウントは不十分、カウントは不十分です。いい体勢から行きました、逆さ抑え込み、汗が飛び散るジャンボ鶴田。このね、逆さ抑え込みですがね、前チャンピオンのジャック・ブリスコ、そしてドリー・ファンクジュニアがよく使いますね。よく使いましたね、これをね、鶴田がよく覚えてますね。もう体でできてますね、そうですね。しかしそれを跳ね返したテリーもさすがです。はい、もう皆様、ファンの皆さんご存知のように、このジャンボ鶴田がアメリカ修行中にアマリロでこのザ・ファンクスのお世話になりました。もう兄貴のように慕ってるわけですからね。そうですね、ヘッドパットを一発見舞う、そして左の腕を取るリストロックに行きました。ジャンボ鶴田であります。今のところ一進一退、ゴムに渡り合ってますね。今のところね、一歩も引きを取らずぐんぐん攻めてますね。しかしまあテリーはね、自分自らも言うように、もう攻めて攻めて攻めまくるチャンピオンだと、はい、これはもう防御というのは大嫌いだというふうに言ってますからね。そうですね、攻撃一辺倒というようなことも言ってましたですね。そうです、どちらかと言いますと前チャンピオンのジャック・ブリスコは守りの中から何かこの新しいテクニックを見出して、ピンホールにつないだチャンピオンですね。そうです、守りのチャンピオンでしたね、そういったところが違います。第51代の NWA 世界ヘビー級選手権ではテリー・ファンクであります。それといわゆるその同じ兄弟でもですね、ドリファンクジュニアの方はやはり物静かな、はい、ミスタークールというニックネームをもらっている選手でしたので、はい、このテリーの場合は同じ兄弟で、はミスターエキサイティングですね。なるほど、エルボーバットを見舞いましたテリーファンク。今ご覧いただきましたようにサウスポーです、サウスポーのチャンピオンテリーファンク。さあ対角線上に投げ飛ばした、あった巻き投げ、いいタイミングで捉えましたジャンボ鶴田。山さん、先ほどのお話ですが、お兄さんのドリーファンクジュニアはこの弟のことを時折クレイジーテリーというふうに呼んでますよね。これは非常に悪い意味じゃなくて、彼のまあ陽気で、それから激しい気性を言い表した愛情の表現と見ていいでしょうね。そうなんですね、やはり自分とあの対照的ですからね、はい、ドリーファンクジュニア、そしてテリーファンク、2人の兄弟の世界チャンピオンを生みました。ドリーファンクシニアは現在テキサス州アマリロ郊外のキャニオンに静かに眠っております。息子さん、2人の息子さんのこのテリーのチャンピオンになったのは知らないわけですね。そうですね、さて場外に放り投げました、すかさず入り込みます。おっと、場外での乱闘はしたくないといった感じですね。両方ともやはり、堂々と四角いジャングルの中だけで戦います。激しい拍手、お客さんももう本当に満足そうです。立ち会い人のデビー・クロケット・ジュニア、そして八田一郎会長、テリー・ファンクのセコンドには同じくテキサス州の出身でありますボブ・ガイゲルがついています。現在ジャンボ鶴田のセコンドには参謀役として高千穂選手がついています。ちょっと息が苦しいかジャンボ鶴田、しかしテリーファンクの左の腕をがっちりと取って離しません。腰に巻きつけました。ちょっとバックからの攻撃ですとバックドロップがありますが、どうでしょう、うーっと大きく天井に持ち上げたアトミックドロップ、アトミックドロップ、そしてエルボードロップ
ッパー自滅巻き投げで取る、巻き投げで取りました。一進一退の攻防、堂々と渡り合うジャンボ鶴田、世界の輝ける星。相手は現役のチャンピオンです。好勝負ですね山田さん。そうですね、やはりねあのテリーがね思ったよりねあの向きになって攻めてきてますね。だこういうところをやっぱりジャンボはうまくついていくべきですね。山田さん、世間一般ではジャンボ鶴田には4つのスープレックスがある。このスープレックスを徐々に出していけばタイトル奪取も夢ではないというようなことを簡単に言いますが、この4つのスープレックスをですねテリーファンクが簡単に受けますかですね。問題はそこですね。問題はそうですよね。体当たりジャンプした、体当たり打ち負けた。打ち勝ったのはテリーファンク、しかしちょっと前のめり。あった、ダブルアームの体勢だ。人間戦車対角線上に放り投げました。そのままカバーに入るか、ゆっくりとカバーに入る。足を投げ出した、足を投げ出しました。鶴田いかがですか。そうですね、ちょっと息が低かったですね、はい、さあ今度はジャンプしたのはテリーだ。おっとジャンボ鶴田もジャンボジャンピングを見せた。バックからトライアル回転エビ固め、ローリングクラッチホールド崩れた。もう一回ジャンプ続けていく、立て続け2度目の挑戦だ。どうだ、2度目の挑戦、ローリングクラッチホールド立て続けに2回確保いたしました。2度目に決まりました。世界チャンピオンを打ち破る1本目やりました。第51代 NWA 世界ヘビー級選手権者テリーファンから堂々一本を奪いました。今の作戦は良かったですね。作戦でしたね。おそらくねテリーはね1回目のローリングクラッチを外したんで、ふっと気を抜いたんでしょう。1本目は未完成でしたからね。そうです、その気を抜いたところをすかさずねもう一度同じ技をかけていった。この鶴田君大したもんですね。ジャンボ鶴田戦勝でやります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は熊前国技館より全国31局を結んでお送りしております。試練の10番勝負第3番手、いよいよ2本目であります。先手を奪いました世界の輝ける星ジャンボ鶴田、見事なローリングクラッチホールド成功させましてテリーファンから1本奪いました。だいぶ山田さん戦勝しましたのでジャンボ鶴田有利になりましたね。おそらくね、あの1本を取ったというその表面的なことではなくて、相当精神的に、ね、楽になったと思います。テリーファンクの方が後がありません。世界最高峰の NWA の世界ヘビー級王者、このテリーファンクのお兄さんのドリーファンクジュニアが第46代、47代がハリー・レース、これもサウスポーでした。48代がジャック・ブリスコ、そして49代がジャック・ブリスコを破ったジャイアント・ババ、そして50代がジャック・ブリスコ、51代がテリーファンクであります。さあ猛然と打ちに行きます。そのテリーファンク、その倍以上の力強さで跳ね返しました。ジャンボ鶴田負けてませんね、一つ一つ残ってもね。しかしテリーが相当エキサイトしてますね。
リング上手4つの体勢であります。表情が変わりました。テリーファンク後がありません。さあここで猛然と襲いかかってほしい、そういった気持ちでしょう。7200人の蔵前国技館のお客さんであります。手4つの体勢、フィンガーロックに行きました。おっと猛然と正面からネックブリーカードロップ、テリーファンクネックブリーカードロップを見せました。ちょっと後頭部を打っている、そのまま抑え込み、超人的なバレで跳ね返しました。さらに襲いかかる、あっと首寄りですね、ネックブリーカーですね。そうです、素晴らしい全身を預けるネックブリーカー、首寄りです。このままあっとちょっと失神状態のジャンプするか、ガゼン部が悪くなりました。2本目必死で攻める、今度はパイルドライバーか、連続大技、あっとまだ2本目始まってからほとんど時間が経ってませんが、ものすごい速射砲大型攻撃、あっとカウントは2で跳ね返した。しかし危ない、危ないですね、完全にジャンボ鶴田の動き止まっています。とにかくロープに逃げた方がいいですね、はい、こういう場合は。若さのあのバレがありません。場外に放り投げた、ちょっと意識を失っています。ジャンボ鶴田、おっと深追いしますか、深追いしますか、テリーファンク、テリーファンクがやってまいりました。エプロンに、あっと場外で今フライングメイヤー首投げ見せましたね。ドロップキック、場外でのドロップキック、これはたまりません。場外でドロップキックを見せるレスラーが他にいるでしょうか。場外で見せましたテリーファンク。さあカウント10の以内に入らないといけません。頭を打っている、頭を打っている、ふらついている、カウントが続くぞ、カウントが続くぞ、今トップロープに手をやった、今度は鉄柱に持っていった、機体を持っていった。さあ機体が切れるかどうか、ちょっと打たれっぱなし。2本目猛然と襲いかかる世界チャンピオンテリーファンク、素晴らしい波状攻撃ですね。そうです、全く休みなしですね。やはりこういうところはね、世界チャンピオンですからね、一つチャンスをつかむと畳み込んできますね。そうですね、素晴らしい叩き込み、畳み込み、ちょっともうグロッキーであります。完全に動きが止まりました。ちょっとうつろな感じですね。そうですね、意識を失ってますね。やはりこういう場合ね、うつ目をやっと開きました鶴田です。思い切ってロープに逃げた方がいいですね。ロープに逃げた方がいい、はい。しかしいいポジションを取っているのはテリーファンクの方が、髪の毛を掴んで引きずり落とす。2本目はもう一方的にテリーファンクのペース。鶴田いいところありません、鶴田いいところがありません。しかし場外でのドロップキックです ね、 そうですね、あれをよく置きましたね、そこが鶴田のいいところです。回復力の速さ、これはもう抜群です。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負の3試合目、果たして現役のチャンピオンを打ち破ることができるかどうか。2本目は非常に苦しくなりました。ボディーパンチを打ちます。エルボーバット、エルボーバット、正面を向かせて、エルボースマッシュ、エルボースマッシュ、いい角度で決まりました。対角線上に吹っ飛ぶテリーファンク。さあこの辺で体を入れ替えるかどうか、大きく放り投げました。フットスタンプ、今度はエルボーバット、場外に飛び降りました。チャンピオンが飛び降りました。セカンドにいるボブ・ガイゲル、何やら抗議を申し込んでいます。これはもう当然認められません。チャンピオン肩なし。さあ今度はまた有利な立場に立ちました。ジャンボ鶴田であります。おっとトップロープを利用するか、ロープ越しのブレンバスター、ロープ越しのブレンバスターと見せた。これは高度の技、チャンスが訪れた。ストレート勝ちも夢ではない、相手は世界チャンピオンだ。さあ52代目になるか、52代目でのカウントが始まる。カウントは2だ。いやらしいですね、山田さん、惜しいですね。52代のチャンピオンのチャンス、大きいハンマースルー、コブラツイスト、コブラツイスト、入れ替わるか、いつの間にかテリーファンクが攻撃に回った。あった、あとクレイドル、ローリングクレイドル、ローリングクレイドル、いったいった、イリース固め、イリース固め、3回転、3回転、3回転、危ない危ない、そのままホールドされる、いったいった、あーっと取られた。ローリングクレイドルホールド、ジャック・ブリスクを破った技、2本目とうとう引っかかってしまいました。しかし不用意でしたね、鶴田君がね、コブラツイストに入ったの、あそこまで見えたんですがね、完全に逆転されましたね。鶴田君の方からコブラを仕掛けたんです。本当に有利に立ったジャンボ鶴田、しかしローリングクレードルホールド、結局は1対1、ハイスコアに試合がもつれ込みました。
いやー、やはりありますね。すごいですね。ありますね。見事に見せました4回転のローリングクレードルホールド。結局このホールドによりましてスコアの方は1対1でございます。いよいよ面白くなってまいりました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は蔵前国技館より全国31局を結んでお送りしております。試合はいよいよ3分目であります。世界最高峰、最も価値あるチャンピオンベルトを狙います。ジャンボ鶴田、しかしさすがにテリーさん、はい、あのローリングクレイドルホールド、あまりのうまさに声もなしですね。本当ですね、山田さん、これはまあ、はい、プロレスリングでは大変にあの古いテクニックでね、あの通称オクラホマヘイライドとも言われてますけれども、さすがなもんですね。生き返りましたチャンピオン。今のはもう抱え投げというかデッドリドライブ、そうです、そういった感じですね。殺人投げですね。がぜんよみがえりましたチャンピオンのテリーファンク。やはりね、自分の18番技で1本取り返したという気持ちは大きく危ない、はい、あっといった。今度はコブラツイスト、さっきはこの体勢からローリングクレードルに持っていかれました。相当な冒険ですね。冒険ですね。同じ技を仕掛ける、ここがいいところだ、ここがいいところだ。ジャンボ鶴田、同じ技で今度はフィニッシュしようという黒い息、これは変えますがね。そうですね、あんまり深追いすると危ないですね。足はフックしている。テリーファンクの腰もちょっと高くなっている。この位置ではまだ大丈夫です。この位置では大丈夫だ。徐々にロープに寄ってきた、ロープに寄ってきた。セコンドのガイゲルが大声を上げる。さあどうだどうだ、さあどうだ。あっとテリーファンクの手がセカンドロープにつきました。セカンドロープにつきました。放り投げられたのはジャンボ鶴田。ちょっと打ちどころが悪かったんでしょうか。そうですね、ガイゲルが一撃を加えました。リングの中、チャンピオンのテリーファンク、なかなか起き上がれない、起き上がれない。ジャンボ鶴田、いよいよあの激しい気象、テキサスの気象を出してきましたですね。そうですね、今やっと入りました。あくまでもフェアな試合を望みます。おっとサイドスープレックスの体勢か。おっとどうでしょう。あ、いったいった。簡単に相手を投げ飛ばします。サイドスープレックス、スープレックスのお株を奪われました。どうでしょう、ジャンボ鶴田、今日は一回も出してませんね。そうですね、ちょっと後手に回りましたね。後手後手に回ってますね。おっと今度鶴田が行くか。対空時間の長いサイドスープレックス、いった1対1、スープレックス合戦1対1。カバーに入る、どうだ、3本目だ、どうだ、止まりません。カウントは2。やっぱり今の鶴田の方がひねり効いてますね。ひねりが効いてますね、対空時間も長かった。肩からぶつかってまいります。肩からぶつかってくる、スタンピング、スタンピング、頸動脈のあたり、当たり構わず打ち込みます。今度は背中にキャメルクラッチの体勢になりました。チンロックの体勢です。下からパンチですね。下からパンチですね。パワーブローで突き放す、ダブルアームスープレックス、人間風車、位置はどうだ、思い切って投げてました。ダブルアームスープレックス、人間風車に行ったぞ。さあそのままカバーに入るか。グレートコチがカバーにいてというような指示を与えましたが、カウントは2だ。カウントは2です。そう簡単にはくたばらない。バンザキ落とし、バックドロップ、頭から落ちた、バックドロップだ。大技が出た、鶴田の後頭部、下から打った。テリーファンクもなかなか起き上がれない。3本目の勝負、鶴田起き上がれ、鶴田起き上がれ。テリーも起き上がるか。しかしバックドロップ強烈でした。頭と頭をこすり合う、タイミング良かったですね。そうですね、後ろからのローリングクラッチホールド、どうだ、崩れた。
さらに逆転、両方の足で突き放す、好勝負3本目、力の入る一戦です。試練の10番勝負、本当にいい相手、3番目の対戦であります。現役のチャンピオン、テリーファンク。鶴田もやります。ひねりを加えて、頭に手を添えて、対角線上に放り投げる。さあ、再びチャンスを見出すか、フットスタンプ、胃袋の中に蹴りを入れました。自ら力を加えます。今度は、シュミット流のバックブリーカーだ。背骨折り、シュミット流のバックブリーカー、抑え込んだぞ。マハのタイムで返す。カウントワンですね。カウントワンですね。力残ってますね。あっと、今度は後ろを取った。あっと、フロントスープレックス。どうでしょう。今ジャーマンスープレックスですね。ジャーマンスープレックスですか。体がそうですね。ちょっと浅いですね。ちょっと浅いですね。崩れました。3種類のうち3つ目、ジャーマンスープレックスを見せました。未完成です。そのまま抑え込みに行く。テリーファンクも口で息をしている。相当苦しい模様。鶴田以上に苦しいですね、チャンピオンも。そうですね。今度はサイドヘッドロックに取ります。サイドヘッドロックに飛ぶ、大きくロープに飛ばす、ジャンプした、おっと、今のは何でしょう、山田さん、ちょっと隙があった、硬い指取られた、喉のあたりをちょっと今蹴られましたね。そうですね。そして喉を大事に押さえているところ、一呼吸を置いたところ、そのまますかさず硬い指に捉えられました。結局2対1、テリーファンクに敗れました。その前に見せた技はちょっとね、一瞬ね、分からなかったんです、ね、ジャンボ鶴田は何を仕掛けようとしたんでしょう。あの体当てに体当てに使って、ダイビングボディープレスで見せようとしたんですかね。ちょっと分からなかったです。はい、喉を押さえていることは確かでしたね。完全にダウンしてましたね。はい、完全にダウンしたところ、ちょっと深呼吸1番間を置いたところ、すかさず抑え込みました。テリーファンクの勝ちであります。タイトル防衛になりました。タイトル防衛になりました。テリーファンク、あっと喉を押さえてます ね。やはり何かこの喉のあたりに一撃を食らったものと思われます ね。はい、はっきりと私どもは見ることができませんでしたが、テリーファンクの膝が当たったのか、あるいは手が当たったのか、肘が当たったのか、その辺ははっきりいたしませんが、ちょっと隙を見せた瞬間、すかさず抑え込みに行きました。見事テリーファンク防衛であります。再び黄金のチャンピオンベルトがテリーファンクの胴に巻きつかれます。いやー、勝てなかったですね。そうですね、本当にね、いい勝負だったですね。しかしね、まあ本当にこれだけ世界最高の王座、はい、奪うのがいかに難しいかと、はい、いうことはこれではっきり分かりましたね。そうですね、山田さん、第3戦もテリーに敗れ、第1戦2戦引き分け、いよいよ4戦はビル・ロビンソンというような話が決定したようです。そうですね、なんとか4戦目あたりで勝機を見出してほしいというのがジャンボ鶴田のファンの気持ちじゃないでしょうか。そうですね、まあ、本当にね、文字通り茨の道、試練の勝負が続きますね。はい、しかしね、この中からジャンボ鶴田が大きな教訓をつかみ取ってですね、一歩一歩世界のね、超一流の座を目指すと、これが本当の試練の10番勝負だと思いますよ。はい、ビル・ロビンソンを想定しますと、どういうふうに予想されますか。いや、これはやはりね、もうテクニック対テクニックのね、もう火花を散らす好勝負になると思いますね。あ、なるほど、これも楽しみですね。そうです、これももう本当にね、はい、日本のプロレスファンにとって、そして世界のプロレスファンにとって、こんなフレッシュなカードはないですよね。そうですね、7月から始まりますサマーアクションシリーズでビル・ロビンソンがやってまいりまして、試練の10番勝負の4番手のチャレンジャーとして決定しております。いやー、いい試合でした。いいタイトルマッチでした。堂々と勝負を挑みました。ね、ジャンボ鶴田、はい、チャンピオンのテリーも褒めたたいてますね。そうですね、テリーもこれでタイトルを奪取してから海外に出たのは初めて、海外での初めてのタイトルマッチで防衛に成功したわけですね。そうです、嬉しさもひとしおでしょうね。やはりね、相手の鶴田が強敵で、もうとことんまで食い下がってきた、はい、それを引きちぎって防衛した、それだけに喜びも大きいでしょうね。そうですね、黄金の大トロフィーを就任いたしましたテリーファンクであります。どうでしょう、山田さん、簡単に今夜の試合総評をお願いしたいんですけれども。そうですね、はい、1本目を取ったことで、ジャンボはですね、相当精神的にリラックスをしたということで、うん、まあ、あの2本目ですね、はい、それがね、あのいい方に現れるかと思ったら、思い切ってかけていったコブラツイスト、はい、おそらくジャンボとしては勝負
という考えだったんでしょうが、はい、それを逆転されてしまったと、で1対1、はい、3本目、まあ、あのテリーがですねやはり2本目に自分の最高の技で取ったということで非常に気を良くしたと、はい、いうことがジャンボの敗因につながってしまいましたね。そうですね、今日は蔵前国技館から、ジャンボ鶴田の NWA 世界タイトルマッチ試練の10番勝負の第3番手の試合をお届けいたしました。解説の方は山田隆さんでお送りをいたしました。それでは今日はこの辺でお別れいたします。皆様さようなら。